ミシホトネマオ、私たちはチェゴです。はい、はい、ということで、はいはい、明日はるかちゃんの誕生日。はい、ということで今ははるかは多分家で編集してると思うんですよ、はいはい、で私たちはその間にちょっといろいろ買い出しをしてきまして、ね、王冠とかいろいろケンタッキーとあとケーキと誕生日プレゼントも買ってきて私は今回撮影班です。スタッフです。はい、ということで今から電気お手紙とかも初めて書いてみたんで、はいはい、喜んでくれるかな。そうですね、でもお手紙直接読んだことはないよね、うん、一度も。じゃあ今からちょっとサプライズしたいと思います。はい、レッツチェコんですけど、電車の中ではるかが「あっ今日カリスムよ」みたいな
言ってて、うん、そうでしかもはるか髪染めるときいつもすごい長時間置くのね、うん、で頭にラップぐるぐる巻きにして普通の生活してで長時間経った後にお風呂入って流すみたいなやってたから下手したらラップ姿かもねみたいな。本当にね危ない怖かったよかった。なんか夜の8時からラップやろうとしたんですよ。なんかうちが思うのは結構去年のコロナであのみんな大撃、うん、受けたじゃん。それで大打撃受けて、うん、自分たちもそういう負の連鎖に、まあ、巻き込まれそうになったりとかいろいろあったんですけど、みんなのことを最後まで信じて1年間頑張ってきたから、また1年間みんなと一緒にいろいろ乗り越えていきたいなって思います、うん、メンバーがはるかと真帆でよかったなって思います、うん、同じく。もう本当にじゃないね、うん、真帆まだね恥ずかしいモードだな真帆まだまだ嬉しい。なんだかんだ言ってたんだよ。365日仲いいわけじゃないじゃん、人だから、うん、だからすごい、まあ、言い合いって言ってもなんか、ないないじゃん、なんだってみたいな感じっていうかは今後の活動の上で、まあ、仕事とかいろんなもので結構もうみんな B 型、O 型、AB 型だからもうほんとみんなこういう感じなんですよ。しかもそれぞれ自己主張が強いから、いい意味でも悪い意味でも。まとめるの大変ですよ。本当に負担かけてます。うんって関係になるけど、結局戻ってくるのはここなんだよ。うん。そろそろ。なるほど。ということで、プレゼントタイム！イエーイ！やば！おめでとうございます！マホちゃんがチョイスしてくれました。え待って、うちこれ買おうか迷ってた。マジ？危なっ。うわー、絶対はるか似合うと思って。かわいい、やっぱかわいいこいつ。イエーイ、こんな感じ。かわいい。やばー、ありがとう。もう一個は普段使いできるかなと思って、うん、じゃあはるかね、帽子1個しか持ってない。かわいい。どうぞどうぞ。いい？めっちゃ可愛い。可愛い。待ってめっちゃ可愛いよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアハルカ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。せーの、いただきます。もうプレゼントがもう一個あります。この辺から、うん、すごい、お手紙書いてきました、マジ、うん、やば、緊張するな、人にこうやって言おうってこと初めて。やばもう緊張する。いきます。はるかへハッピーバースデー。ちゃんとお手紙書いて渡すのは初めての気がします。はるかとは高校1年から心の友で親友だったね。 LINE の名前もはるかじゃなくて好き好きムーベーで登録してるよ。ちなみにまほはボンさんです。携帯変わってもそれで登録し直してる。あまりクラス一緒になることはなかったのに、テスト勉強やバスの席もずっとはるかで、なぜここまで仲良くなったのか、仲良くなったきっかけもよくわからないけど、はるかがいるとうちも元気になれるし、向上心が湧くんだよね。まさかこうしてチェゴとして良き仲間でもあり、良き仕事仲間でもありっていう関係になれると思ってなかったよ。本当に嬉しいし、こうして一緒に活動していることにとても感謝しています。リーダーという立場になっていろいろと負担もかけちゃったり迷惑もかけちゃったこともありますが、もう負担や迷惑をかけないように、うちももっとしっかりしチェゴという活動を頑張ろうと思ってます。リーダーとしても仲間としてもとても尊敬してるし感謝しています。いつもありがとう。泣いてる。嬉しい。ありがとう。いいね。どうぞ。ありがとう。読みます。はるかへ、やっと22歳だね。お誕生日おめでとう。はるかとは高校生のダンス合宿の時から今まで出会って8年目になるね。はるかと初めて出会った頃のことを思い出すと、
今の仲間に今チェゴとしてハルカとコトネと一緒に活動しているのが不思議に感じる時があります。チェゴを始めてから今までいろんな辛いことや悲しいこと、悔しいこと、そしてめちゃくちゃ嬉しいこと、何から何まで全部一緒に過ごして一緒に感じてきたね。いつも言ってるけど、もはもはるかを見てるともはも頑張らなくちゃって思える存在で本当に尊敬しています。去年は本当にたくさん迷惑をかけてしまってごめんね。改めて助け合う、支え合う友達ってこういうことなんだなって思いました。いつも支えてくれてありがとう。ねえ、なんだ自分はい、こんな素敵な友達と一緒に活動ができて、マホは幸せだなと、恵まれてるなと感じました。いつまでもはるかと、あ、ごめんコトネもいるけど、はるかとコトネに甘えてばっかりじゃやれないから、去年より成長できるように頑張るね。二人はマホの第二の家族です。いつも本当にあ、ごめん、うちです。いや、本当の家族もいるから、本当の家族もいる。海の親と血のつながってる妹と弟がいるいつも本当にありがとう。優しくてしっかりしてて、情報がおかしくて、何事にも一生懸命なはるかが大好きだよ。これからも一緒に頑張っていこうね。はるかおめでとう。もうよりありがとうどうぞ。ありがとうございます嬉しい。日頃からお互いに言ったりとかしないから、うん、いいですね。でもさっきも言ったように、うん、人間は生きてるといいことだらけじゃないから、いろいろ、まあ、挫折したりとか歩いていく道を3人でいろいろ頑張って同じ道を歩いてってる中なので、すごい助けられることもいっぱいあるし、第二の家族として支え合ったりとか、でも、まあ、時にはライバルだったりとか、もう生きていく上でいないと困る2人だから、そのみんなともっとチェゴとして頑張っていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。お願いします。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバーイ。 La, li, la, no.